皆さんこんにちは、加藤です。今回は日本のタラ漁船が北海道でロシアに連行されてしまった件についてお話ししたいなと思います。おいロシア、舐めてんじゃねえぞバカ野郎。お前何勝手にお前日本人連れ去ってんだよ、このクソバカ野郎。はい、っていう感じでね、切れてる方がたくさんいるようです。で、僕自身もですね、かなり切れてるんですけど、本当にね、しっかりと、抗議しないといけないなと思っています。で、まあ、日本とロシアが決めた200海里内っていうことで、まあ、操業自体に問題はなかったと思われますし、かなりね、まあ、ロシアは国としてね、問題があるんじゃないかなと思います。でね、ロシアのことあんまり知らない人のためにね、ちょっと一個有益な情報をね、皆さんにお伝えしておきたいなと思うんですけど、スプートニクっていうね、ロシアのニュースメディアがあるんですよ。で、このスプートニクってやつらがね、クソやばいんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、いわゆる国営放送みたいなもんで、北朝鮮の国営放送、想像してもらったら分かると思うんですけど、あれとあんま変わんないですよ、レベルが。クソやばいですね。で、例えば、ロシアの大統領選とか、アメリカの大統領選で、まあ、ロシアが有利になるようなフェイクニュースをね、どんどん流したりしてですね、まあ、いわゆる諜報機関、まあ、工作活動をやってるところなんですよ。これ、マジでネタ抜きで、そういうことを活動しています。ね。で、お隣の韓国なんかでですね、サイト自体が閉鎖させられるレベルのクソやばいところなんですよ。これは韓国の対応が間違ってんじゃなくて、スプートニクがマジでやばいっていう話です。スプートニクはマジでやばいです。なんで、まあ、日本版でね、ツイッターでフォロワーがね、8万人、9万人いたりしてですね、もうこいつらやべえなと思うんですけど、とにかくまだそういう、彼らのやばさに気づいてない人もたくさんいると思うんで、なんかね、ロシアのやばい話題、例えばシリア情勢の話題とかね、友達とか飲み会とかで話して、シリアの空爆やばいね、ロシアやばいね、みたいな話になった時に、ぜひですね、スプートニクの話をしてですね、こいつらクソやべえぞっていうことをですね、言ってる奴がいたよって話をね、広めてくれたら嬉しいなと思います。とにかくスプートニクやばい。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。